私たち、これからの私たちの名前は。ボイスあるやん。ということで、紛れ子、2周年おめでとう。何？急に背中がふわって。へえ、片翼の天使になった。2人とも。あなた、背中に羽が生えてるわよ。めっちゃ捉えてる。プレスの人だ、ちゃんと。そんなことあるわけ。いや、紛れ子、去年8月24なんですけども、ようやく入れた。ちょっとここら辺ね、喋ってるけど、まあ、みんなプレイしたら見れるんで。一応アーカイブにも残るらしいからね、これ。あのさ、22日、2周年になった途端に緊急メント入ったじゃないですか。でそこで、まあ、内部データがダウンロード始まってるのに、緊急メンテが始まったことにより内部データがクラッシュしてるんですよ。っていうユーザーがね、結構いて、あのタイトル画面に行く前にムービーデータをダウンロードしますかで、どっちを選んでもアプリが落ちるっていう今状態なんですよ、俺。スマホ版が。ちなみにこれ今 PC 版を、久しぶりに入ってます。こっちで引き継ぎ出して、でスマホ版は一回消して再インストールしてっていうね、またねクソ長ダウンロードしなくちゃいけないっていうね。辛い時には支え合う、固い約束を交わした仲間たちです。これからどんな苦難が立ち構えているか分かる。上が今対応できてないんだと思う。そんな苦難に立ち向かうため、今日ここだから無理やりな神浜マギアユニオンの結成を宣言します、だそうです。ちょっと被っちゃって申し訳ないけども、だからさ、俺2日分無料ガチャ引けなかったからさ、損失なんですけども、一応運営にね問い合わせは送ったけど、お、2周年キャンペーンとあるんですけど、2日分補填しろよっていう。いろはやちお決戦バージョン、アルティメットマドカが1周年の時に来て、2周年目は悪魔ホームかなと思ったけども、それは3周年とかかな。あ、てかログボのこういうのももらえてないんじゃん。いやー、これはちょっとどうにかしてね。緊急面ってさ、2回やったけども治ってない人多数いるからね。ね、いろはのバースデーのやつもね、一応これ24まで、今日の23時59分までね延長はしてもらえたけども、納得いかねえなーっていう部分がねだいぶあるんで。なんかガチャをしてバグった人もいるらしいね。一応履歴は残ってるっていうか、取れてはいるらしいけども。で PC 版だとこの、これは DMM ポイントかな、 PC 版で入るとこの総額2222万ポイント山分けキャンペーンっていうのがあるんで、これもね、やれてないわけでしょ。ちょっと損してるわけだから、ほんとどうにかしてもらえないもんかね。なんか上層部を脅す手段とかないですか。で、お、選べる2周年記念デラックス福袋、これはあれかな、優勝でってやつかな。もらうとしたら、トーカちゃんかネムか、あ、ウイにしようかな。ウイまだ持ってないし、持ってない子は、あとはこの悪いやつと刀大好きっ子と、リコちゃんは持ってないな。誰だっけこれ。で持ってウイちゃんにしておいてと。戦いの準備は万全かしら。なるほど、福袋プラチナ、こういうのを買えばいいのね。みんなに優勝のストーン500個で、内容はお知らせをご確認ください。2周年記念キャンペーンをついでに見ていこうか。ログインボーナス、お得な期間限定マギアストーン、クエストの AP 半分、おお、経験値とか2倍、強化成功2倍、おお。でもここら辺な、このゲームレベル100にカンストさせるの楽勝だからな。で、イベントがありと。イベントもね、ちょっと遅れたからね、その分プレイできなかったっていうか、デイリーボーナスも2日分もらえなかったから、結構損失だぞ、俺。てか、リリース日からやってるさ、毎日やってるのにさ、その分の、ね、ログイン日数も
減るわけじゃん。悲しい。で、福袋と記念ショップもありの、いろは記念ガチャもやっとかないと。未読イベントストーリー開放機能。へぇ。覚醒素材まとめてセット機能。はぁ。じゃあ、それは楽だね。一気にちょりんっていけんのかな。曜日クエストの回収がありと。30日から、へぇ、なんか新しいのが。カコちゃんのドッペル解放だ。やった。で、9月6日に、アルティメットマドカ、ピックアップガチャ。へぇ。1日1回10連ガチャ無料、期間限定。これは、アルティメットマドカピックアップガチャを無料で回せんの？どうなんだろう。で、期間限定のやつ。おー、325個増量。あー、星4のやつな、どうしよっかなー。まあ、FGO の方でそんなに課金してないんで、こっちに久々に回してもいいかなって感じはあるけども。これか、福袋。選べる星4確定ガチャ式。メモリアのやつとか別に良くないって思うけど。まあ、幻突したやつがあればね。そしたら、星4、ん？あ、選べるやつじゃないんだ、こっちは。あー、そしたら、ちょっと頑張って500の方やっといた方がいいかね。100個、うーん、しょぼいね。ちょっとお得なのかもだけど、冷蔵ね。とりあえず無料ガチャを回さないと。あとはいろはやちおのガチャだね。とりあえずハッピーバースデー。遅れたけども、PC 版だと感覚が違うぜ。誕生日おめでとう、ドブライブ。ひってえな。普通の10連とかならさ、まだいいけど。誕生日おめでとうガチャって言っといて、この内容は。ひどいぞ、貧乏くじか。まあ、このゲームとしては、まず、さっき言った通り、10-0 で運営が悪いのに、こっちが迷惑を被るっていうね。いろいろ調べたりするのにもね、手間がかかってるからな。ほんと今回はね、ちょっと、相応の対応してもらわないと、ひどいぞ。さて、レアガチャはこれぐらいにしておいて、いろはやちおピックアップガチャもやってみますか。まずは古墳の方で。もう一回引く。PC 版でやるメリットってないよね。くっそ重いし。そんなにデータ使わないだろってぐらいあるじゃん。何ギガある？ね、ボイスデータとかも入れるとさらに増えるし。で、さっき出たメモリアがイベントでボーナス値がつくやつなんだね。右下にプラス1みたいなのついてたから、おっ !C4。早いなぁ。この時点でだったらまださ、まだ弾けるなって思うじゃん。次石だね。今持ってる石は無料分だから、こっちは普通に使っちゃっていいかな。というかショップ見てないな。取り扱うのは戦う女の子、優勝のやつと、これが星4の霊装を変えるやつ。ようこそ。ドグボもらえなかったことによりねえ、これもらえないのもあるってことだろう。俺すげえ悔しいんだけど、どうしてくれよ。いろはやちおチケット、これはさっきの あれか、霊装ゲットするとチケットが出るってやつか。まあなんか背景でももらっとくか。この前のイベントのやつと。で、今日24だから、こっちは9月17で、いろはやちおは9月9日まで。とりあえずもう一回回せるか、やっとくか。
90何個目とか、あとは確定のとこですり抜けとか来ると非常に泣きたくなるけど。DMM ポンツの方か。ただ金額としては一緒だよね。うん、よし、じゃあプラチナを購入。みんなに安心と安全をお届けするわよ。でもってとりあえずウイちゃんをいただきましょう。あれ、ムービーは私なんかを選んでくれてありがとう。今ので飛ばしちゃったのかな。アプリ版だとさ、今の時点でワンタップだとまださ、うん。あ、ムービーデータがダウンロードされてないな、これ。ダウンロードしたのにされてないぞ、これ。お、10連ガチャチケ。こっち行きますか。とりあえず行きます。優勝のやつ交換しとけばよかったか。あなたの因果にミスったぜ。まだ残ってるかな。いらっしゃい。ソウルジェムを危ねえ危ねえ。こっち大事だよな。あるならこっち取っといた方がよかった。買い物なのね。じゃあとりあえずこっちをポン。お、ミトちゃんだ。持ってるけども、うん、追加でと。というか20連分というか、そうだね、オシオンプラス10連ガチャ、うん、要は250分もらえてるようなもんだから、美味しいっちゃ美味しい。福袋か。あー、この分だとないかー。うーん、残念。60までいったけども。まだまだいくよ。というか、あー、ミトさん、ムービーデータをダウンロードしないとどの道今見れないなと思ったけども、ミトさん、ちょっとミトさん来すぎっすよ。あの中の人とさ、ちょっとね、ステージで一緒したことはあるけども、マリアさん、マリアンヌさん、出すぎです。自重してください。いやー、これ以上なー、今後何が来るかわからんし、決戦バージョン、これは取っとくべきか否か、ちょっと一旦ここで中断して、うん、なんか性能が良かったら残りの石分は回そうかな、でアプリ分でやり直そう。アプリ版に戻ってきました。やっぱりこっちだよな。ほんと PC 版でやる意味がわからない。ほんとね、キャンペーンのあれやるためだけだね。さあムービー見てこ。ここサムネにしたらね、 YouTube には省かれるぞ、気をつけろ。やっぱりね、ゲットしておきたかったんだよ、ウイちゃんは。イロハが寂しがるからな。でちょいーん、アイスアイスアイスって。あのゲット画面がないとちょっと違和感あるね。だって鏡屋敷ってお化け屋敷みたいなところでしょ。ミラーズの話かい。水着になりな。ちょっと休憩してお茶でも飲もった。水着感がないね、あまり。氷もいっぱい入れてキンキンに冷えてるからきっとすごく美味しいよ。キンキンに冷えてやがる。ありがてえ。やだな、そんな魔法少女見たくなかった。私これでも絵が得意なんだよ。ネムちゃんとトウカちゃんとお話を考えてた時は絵の担当だったんだから。よし、そして
いろはやちお、決戦バージョン。なんだかんだでやっぱ EX スキルがあるのと、で、防御力がちょっと弱め。で、マギアかなが、いろはみたいに蘇生持ちだから、うまく使えばいい感じと。で、結局、ね、ここで引かずに次に取っとこうと考えても、結局100まで回すのって、至難の技じゃないですか。物理的な。金銭的な。まあ、だったら、ね、次で、次に出てくる魔法少女とかビッグアップガチャで、これどうしようかなって考えるぐらいだったら、今、ちょっと興味をね、引かれているこれで最後回しときましょう。何が出るかな？星4の霊装か、今のは。なんか序盤はね、ここのメモリアやら、星4メモリア出て、おっと思ったけども、ま、こんなもんですよ。いや、とりあえずね、ゲーム復帰できたのはいいけども、さあ、運営はどのように補填してくれるかな？そこが気になるところです。マギアレコード2周年。おめでとう。これ以上めんどくさいことをさせないでね。今後は気をつけてね、運営。ということで、また次回。